ハルスラム。Are you listening? 来たー。ケシカスくん。久々に入ったね。はい、どうも、ハルです。今回紹介するのは、じゃん、超モノホンケシカスくん、ピンカス無双というわけでね。久しぶりですね。はい、ケシカスくん、超久々です。今日、セリア行ったらね。偶然ありました。あったよね。ずっとしばらくセリアにも入荷してなかったんだけど、また復活したのかな。やったぜ。というわけで早速1消し目から上げていきます。奇跡が来たぞ。ぶっ飛びました。え、匂い好きだ。これ納豆の匂いだ。本当？ちょっとかがしてかがして。これ納豆？納豆。なんか普通のゴムの匂い。ね、これゴムじゃない。あ、だってケシカスくんちょっとね、なんだろ、ほんのりバニラビーンズっぽい香りがする。あ、そうなの。全部。超消し虫です。武士ですか。後ろに暗黒カスって書いてある。二消し目。今度は吹っ飛ぶだよ。お、これはこれが普通に言う。と、カスパイレーツです。カスパイレーツ、はい、2種類目。海賊ですか。海賊パイレーツやで。3消し目。これ開けるの楽しい。すごいね。だってさ、今までずっとさ、探してもなかったんだよね。そう、奇跡的に見つかりましたな。あ、これは超フランケンカシュタイン。フランケンカシュタイン、すごいね。いいね。これちょっとなかなかオリジナリティがあっていいですね。はい、4消し目。かぶんないといいんだけどね。これ5種類あるんですよ。おし、かぶってない。あ、めっちゃいい。あ、コーラの匂いですよ、これ。超カスチャンプです。カスチャンプ、これ4種類目。あと1種類来い、お願いします。コーラの、コーラ、このコーラの匂いすごくいい匂い。ラスト、これでかぶんなければパーフェクトです。いいね、全部かぶんないとね。もうこれオールクリア。スリープとかはまああれだけど。カスパイレーツです。カスパイレーツ2個目でした。残念ながらいっぺんに5個は揃いませんでしたね。はい、というわけで今回紹介したのは超モノホンケシカスくんでした。ではさよなら、また見てね。